滝沢秀明が信じる音楽の力、平野史明の独唱に潜む思い、戸部全員が、Beyond Your Side で届けるメッセージ。戸部は新しいプロジェクト、Two Heroes Project、Act for Hop E を立ち上げました。Two Heroes Project、Act for Hop E 派、令和6年に発生した野戸半島地震を受けて生まれたものです。その目的は、エンターテイメントとともに、明日への一歩を踏み出すための支援プロジェクトです。 滝沢秀明はこのプロジェクトの立ち上げに際し、直接的な被災地への支援はもちろんですが、加えて、今私たちにできることは何かを改めて考え、エンターテイメントの力を信じ、音楽を届けるということを通じて、支援させていただくことに決めましたとコメントしています。このプロジェクトのテーマソングは、b e o n Your Side と題され、戸部所属のアーティストである三宅県、北山広光、ナンバー、アイ、インプ、 大東達基の13人が、トゥーヒーローズの名のもとに歌唱しています。この楽曲は3月18日から各ストリーミングサービスで配信され、5月1日には CD としてもリリースされる予定です。楽曲から得られる収益は、被災地の子供たちの支援に役立てられる予定です。この、Beyond Your Side は、3月14日から17日までの4日間、東京ドームで開催された、戸部所属アーティストによるコンサート、トゥーヒーロー カラトベファーストスーパーライブで初披露されました。そのコンサートの中盤で13人がまっすぐで丁寧な歌声を披露しました。その姿は観客に強い印象を残しました。楽曲 Beyond Your Side の作詞は平野志洋、神宮寺優太、岸優太の3人によってナンバー、愛名義で行われました。Beyond Your Side というタイトルの通り、この楽曲から感じられるのはそっと寄り添い、見守るような優しさです。 歌詞は、例えば夢の中で生きられるとしたら、その幸せはずっと続いていくのかな、という切ない始まりです。予期せぬ災害だけでなく、人生の中で誰もが絶望を感じる瞬間があるでしょう。しかし、私たちは一人ではありません。曲の後半では、今同じ瞬間、時を生きてることが、それこそがまるで奇跡なんだ。この世界から悲しみの涙消えるまでという歌詞が、 神宮寺と騎士による力強い歌唱とハーモニーで届けられます。同じ時を生きている人々は、お互いに助け合うことができるはずです。そして、ラストのサビでは、just just be on your side スラッシュ君は歩き出せるから、僕が、そう僕は、背中を押すよ、この声でと歌われ、平野の静かな読書が続きます。平野は以前、ドキュメンタリー番組で、コンサートの最後とかで、 死ぬなよっていうことが多いんですよ。コンサートで僕と目が合わなくても僕を見てくれてる人とか僕と関わった人はなるべく死なないでもらいたいと語っています。その理由はみんなに元気を与えたいというものです。ですから彼は常にその言葉をコンサートで叫んでいました。3月17日の公演でもステージから去る間際に死ぬなよと叫んでいました。この事実を考えると歌詞のメッセージと彼の思いが ますます深いものに感じられます。just just be on your side スラッシュ君は歩き出せるから、僕が、そう僕は、背中を押すよ。この声で、このような平野の独唱によって歌われるのは、すべての人々を勇気づける温かいメッセージです。誰もが笑顔になることを願う気持ちは、エンターテイメント業界に関わるものなら誰もが共有しているでしょう。物理的な距離が離れていても、音楽ならいつでもそばにいられます。 手を差し伸べることはできなくても、作品は遠く離れた人々にも届き、励ましになることができるのです。そして、それが楽。